ジネスフラッシュ。今回はビル経営のコンサルティングをはじめ、異業種のビジネスパートナーとともに多岐にわたった事業を展開するダクグループ阿部隆二を紹介。そして自らの経験を生かし、輸出輸入ビジネスのサポートから販売コンサルティングに至るまで、多くのクライアントを支えるプロフェッショナル、 JY や株式会社田代明が登場。ぜひお見逃しなく。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ。ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意。ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。さあ始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。我々は元気にさせていただいております。いただいております。ミシェルさんと綾乃ちゃん、はい、今この番組ではね、そんな呼び名がもう定着してますけども、はい、幼い頃何かニックネームってありましたか。僕ね、あのね、小さい時老けてたからね、おじじって呼ばれてた。おじじ家では耳なんだけど、はい、外行くとおじじいっつって、もうおじいちゃんみたいな感じでね、やっぱ老けてたんだろうね、小さい時ね。まあ今も変わんないですけど。はい、ありますか。あ、私はあの結構ほっぺたがぷっくりしてるので、ふぐって呼ばれてます。え、かわいい。かわいいよね。あ、そっか。なんか言われてたの。私はたまたまこう小学校の時にエリっていう名前の子がいっぱいいたんで、はい、スエリとかサエリとか、苗字の頭文字をつけて呼ばれてた。なんかちょっと味気ないやつ。小学校結構きついんだよね、それがね。そうですよね。ね、バッと言っちゃいますもんね。ね、ふぐちゃん。ジジさん。ジジさん。さあ、ということでですね、はい、今回まず最初にご紹介するのは、会社の社名を幼い頃のエピソードそのまま社名にしてしまったというこちらの企業様です。人間関係をはじめ、仕事での悩みなど、一人で抱え込み苦しんでいても、なかなか解決の糸口や新たな道を見出せない、そのような場面は人々の人生の中に多く存在しているだろう。誰かに相談したいが人脈も少ない。そもそもこの問題を誰に相談すればいいのか。そんな世間の多くが望む幅広い人脈づくりに手を差し伸べ、様々なジャンルのプロフェッショナルとの架け橋となり、成功への道を切り開く先導者がここにいる。ダクグループ代表取締役阿部隆二。創業47年を迎えるダクグループでは、ビルビジネスとしてオフィス移転のコンサルティングから代理店業務、パートナー紹介に至るまで幅広い事業を展開。さらに代表を務める阿部は、自身の経験で得たコミュニティを生かし、異業種のプロフェッショナルと共にイベントの開催や、多くの人の生活やビジネスの活力となる専門書籍の執筆など、多岐にわたった情報を世に発信し続けている。今回はそんな阿部隆二をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。ダックグループさんの名前の由来っていうと何ですか。はい、そうですね、父が創業者でいるんですけれども、もともと父の方がカペラの合唱団を指揮者をやってまして、コンダクターという指揮者のところからニックネームがダクさんって呼ばれたんですよね。コンダクターのダクが。そうなんですね。それでダクの、まあ、会社を実際に起こそうとした時に、家で会議をしてまして、どういう名前にしようかという頭のところを考えた時に、たまたま私が子供の頃だったと思うんですが、よくこうアカペラの合唱団の父の、がダクさんって呼ばれてたんで、ダクでいいじゃんって言ったら、なんか決まっちゃったと。サクッと決まっちゃったんです。
そんな由来がありまして、実際にはあのうちのビジネスとするとビルオーナー様と、はい、まあ、入られるテナント企業様と、うん、そちらをこう引き合わせるみたいな、あの仲人みたいなことをする役回りなものですから、うん、まあ、調和を大切にして、うん、まあ、お客様のビジネスを応援したりビル経営をサポートするというような意味合いで、意味合いとしてあのつけております。はあ、こうダクグループさんの一番の強みっていうと何ですかね。はい、基本的に社員のスタッフが真面目で、うん、現場に出ていくことを厭わないと言いますか、はい、こうみんなこう指示するだけじゃなくて現場でこうオーナーさんのために努力したりとか、うん、企業の方にいいオフィスを探すためにいろいろ夜まで探したりとか、そういうふうにスタッフがまずいいということが一つあります。あとビルオーナー様からするといろいろ例えばエレベーターをここに頼むとか、仲介の募集はこっちだとかじゃなくて当社にまとめてご依頼をしていただけると、うん、まとめてこうサービスができるというところが強みです。賄ってくれるんだから。そうですね、自分たちの時間も有意義に使えるし、うん、助かりますよね。そう思っていただけるオーナーさんも結構長くお付き合いさせていただいてます、うん、はい、長いお付き合いがあるオーナーさんもいらっしゃるってことは実績もやはりいいですか。はい、新橋のビルオーナー様の 68% の方から直接こう募集のご依頼を受けているので、いろいろこう 68% 約7割ですかね。すごい新橋ですよ。まあ、長いっていうのもあるんですけれども、まあ、結構ずっとこう宅建の理事も父が長くやってまして、今も3次でやってる関係もあるので、きちっとこう長くこうお付き合いできる関係性を大切にしています。じゃあ空いたって言ったらすぐふっとこう埋まるだとか、埋まるような努力をして、ね、まあ、まあどちらかというとビルオーナー様と一緒に考えて決まらなければ、じゃあちょっと回収しようかとか、分割も考えようかとか、いろいろこう相談しながらやるスタイルが多いですね。そうか、いろんな戦略があるわけだな、やり方のね。はい、あとは地域貢献もされてると、はい、地域貢献としてはその、はい、まあ、新橋という、まあ、土地柄ずっとお世話に当社もなってますので、はい、やはりそちらの飲食店の方にこういろいろこういろんな方をご紹介して盛り上げるためにやったりとか、まあ、企業あの地域をこう盛り上げるためっていうのが一つと、うん、一つはあのそこで働く経営者の方とか事業の方を応援するために、あのこんなちょっとフィックスポンって呼ばれてるんですけども、フィックスポン、ポケットチーフの代理店をやってまして、はいはい、へー、代理店をやってるんですか。代理店なんですよね。へー、あー、こうやってちょっと入れさせてもらっていいですか。はい、どうぞ。これ入るのかな。あ、ネクタイ。なるほど、こうね、これ入れさせてもらえるんだ、はい、それでここでもうフィックスされてるんだ。そうですね、形が出来上がってて、こう普通のチーフですと深さが分からないところずれてきちゃったりとかするんですけど、こちらのこれもポケットのあれが深さを調節できるようになってましてですね。知らないで入れちゃったけど、ね、特許で、あの九州の博多のメーカーなんですけど、素敵だね。もうおっしゃるように本当に崩れやすいですし、セッティングしなくてもポンって入れるだけだから。そうですね、綺麗なのが入ってます、ってますね。もう少し上がいいですか。白いバージョンもあったりとかですね。あ、中身が、この形が7種類あるんですよね。7種類、はい、色が何でもいろんな色がありまして、形が7種類、形が7種類、7種類持ってきてませんけど、こういうのと、はい、面白い、まあ、こういうのも含めてになってくるのかもしれないですけども、うん、こう他社さんと比べて、うん、ここが一番の売りですとかありますか。そうですね、あの同業者さんとの違いを一番出しているところは、異業種のパートナーと一緒に、組んで、業界の枠ってね、不動産業と不動産業界っていう枠を超えた解決策を提供できるっていうのが当社の強みです。ここでアベノビジネスパートナーとして共に事業を展開する株式会社キャリアブレーン専務取締役白根敦子をスタジオに招き、現在進行中のプロジェクト、今後の展望など詳しく話を伺うことに。キーパーソン、はい、どんな具体的な、はい、具体的には、私はあのキャリアブレーンという会社で、はい、女性の活躍支援や、はい、主婦の再就職支援といった研修等をあの企業やあの個人の方に提供しているんですけれども、はい、あの安倍さんと一緒にそういったあのオーナー様や、うん、あの企業の方向けに、うん、そういったあの研修 の, あの提供を
一緒にさせていただくということで組ませていただいています。研修だ今度はね、組織作りであったり人間制度の何年違うかな、そういう人材作りであったりそういうことをされるわけですよね、うん、教育ですもんね、はい、そうですね、キーパーソンっておっしゃってましたが、はい、かなりこう密なつながりを持ってお仕事されてるんですか、うん、そうですね、うん、毎週火曜日に、うん、一緒に朝活の、BNI という の中のレインボーチャプターっていうところのグループに参加してるんですけれども、うん、そちらでいろんなこう役員というかそういったことも一緒にやらせていただいたりとか、あとこちらの本 の、うん、プロデュースお世話人としても一緒にこう、はい、一緒に作ったり、うん、そういったことを、はい、しております。こういう本を出されているわけですか、うん、会社としての、そうですね、お客様という、はい、を助けるためには異業種のいろんな人と組むことで、はい、これは、まあ、女性の自立について21名で出した本で、よかったらご覧になっていただいて、女性の自立だって、はい、ね、フィナンシャルプランナーの方から美肌デザイナーまで、あー、いろんな方おられるんですね、税理士さんからファッションコーディネーター、うん、そうですね、なんかパッと印象ではこう結びつかないような業種ですけど、うん、やっぱりそういう2つが一緒に動くことによって生まれるものってやっぱり増えますよね。本当におっしゃる通りで、こういろんなこう創造的なこう目の前にある問題をこう、うん、違ったアプローチで解決させていただくっていうような提案をよくさせていただいてます。こういう考えもあるけども、こういう違う考えのとこから寄っていったら違う考えが持ってこれるっていうような感じですかね、はいはい、へえ。続いてこれまでの経験と独自の視点で様々な事業を行ってきた阿部が2016年春に立ち上げたグローバルビジネスサポート事業部、果たしてその内容とは。2つの目的のために作ったんですが、今オリンピックが先ほど言ったような形で来るにあたって海外の方がどんどん日本に流入されて、オフィスを会社も入ってきていると、その中でインバウンドとして海外から来られる方の不動産を探したりとか買ったり売ったりとかっていうところのサポートをしたいという思ってですね、英会話を始めたりとかですね、そんなことがサポートをしたいなと思うのが一つと、あとは中小企業ですと、やはりこうブランディングっていうのはなかなかコストがかけられないところを何かこうまとまって、これもそうなんですけどね、本を出したい人が一人でやろうとするとコストが大変なんですが、20人とか25人とか集めることによって、コストのリズナブルのコストで中小の方も出版できると、そんなようなことのサポートをするっていうことを、中小企業のサポートをするっていうのが2つ目ですね。なるほどな。でもスペシャリストさんが集まってるから、はい、いくらできることたくさんあるんだよね。そうでしょうね、研修までできちゃうわけですもんね、はい、そういったインバウンド の方をおもてなしする時 の、うん、ま、その外国人の方が日本で雇われておもてなしする場合もあるので、うんうん、そちら の研修ですね、マナーとか、販売にあたっての接客研修なんかもその方で、ね、はい、日本的なね、はい、やっぱり全然違う形ですもんね、はい、海外はストレートだけどさ、はい、そうはいかないよ日本はね、うん、それぞれ今後の目標っていうとお二人どんなもの掲げてますか、うん、白根さんに聞いたらこう、いろんな人紹介してくれるよとか、いろんな解決方法が分かるよって言ってくれる、なんかこう重宝されるような人に なっていきたいと思います。もう十分、はい、なっていらっしゃるんじゃないかと思いますけど、阿部さんはいかがですか。そうですね、今人脈が9000人ぐらいしかいないんですけど、これをなんとか10万人にオリンピックまでにしたいなと思って。9000人から10万人、はい、10万人するためには多分 YouTube のチャンネルとかですね、いろいろ使わなくちゃいけないなとアドバイスをもらいながら、うん、でもね、それが楽しみにしてるんですよね、それはね、なんか僕そういう楽しんでる感がありますかね、はい、そういう風に感じますね。いや、なるもんだよみたいなね、もう確信があるみたいな感じがいたします。ゴールからの逆算みたいな、あー、ゴールからの逆算、決めてからはしごを外していきますね、いやー、力になるね。もうますますのご発展を記念しております。今日はありがとうございました。ありがとうございました。
私たちには夢がある。美容業界を変えるという夢、美容機器を販売するだけでは何も変わらない。だから私たちが変える。販売するだけで終わらずに販売後も経営支援をする。約束します、誠実な支援を。私たちは知っている。信用こそ力。いつの時代もそれが世の中を変える力になるということ。美容経営者様、一緒に挑戦しませんか。販売後も経営支援をするエストラボ。さあ続いてご紹介する企業様なんですが、はい、お二人は静岡県浜松市、どんなイメージがありますか。なんだろう、サッカーではよく行かせてもらったね、うん、高校時代だとか、はい、漁港もあるか、静岡だからね、うん、美味しいものとかね、うん、海の幸のイメージがあるよね、ありますよね、うん、でも本当に戦いでは負けてきたな、静岡県。辛い場所でもあった。辛い場所でもあったね、はい、なるほど、うん、さあということで今回次にご紹介するのは、地元浜松市でお客様とのコミュニケーションを大切にし、輸入輸出業を行いながら浜松市を盛り上げていきたいと考えています。こちらの企業様です。私たちの住む日本の文化、職人の技術は世界に誇る宝といえる。昨今では日本を訪れる多くの観光客がメイドインジャパンというブランドを求め、食品や電化製品などを大量買いしていく姿がニュースや新聞でも話題となっており、日本製品の持つ安全性とクオリティの高さは再び世界の市場でも注目を集めている。そんな世界のトレンドとなった日本製品を海外へ売り出し収入を得る輸出ビジネスとして展開し、複雑な手続きから新鮮な情報提供まで、この国の素晴らしさを世界に伝えながら多くの人を豊かな生活へ誘うプロフェッショナルがここにいる。 JYR 株式会社取締役田代明。静岡県浜松市に本社を構えるJYR 株式会社は、田代の地元でもある浜松を元気にをキャッチフレーズに、商品の販売プロデュースなど幅広い事業を展開している。今回は数多くの事業を行う JYR 株式会社がウェブ通販サービスアマゾンを介して行う輸出輸入の新たなマーケットについて詳しく話を聞いた。社名の JYR さんっていうのはどういう意味なんですか。はい、まず J が、はい、ジャパンの J ですね。あ、ジャパン。で、まあ、ワイヤーってつなぐって意味があるんですけど、まあ、日本と、まあ、世界をつなぐ、まあ、架け橋となるような会社にしていきたいということで、そういうネーミングにしました。なるほど。田代さんは最初からそれではないんですね。そのお仕事は違うことをやられてたわけですか。はい、あ、そうなんですね。もともと僕は、サラリーマンを6年ほどやっていて、うん、その後、まあ、1回会社を辞めてですね、僕旅行が好きで、まあ、バックパッカーとして旅に出たことあるんですね。で、まあ、その時に日本の製品が海外ですごい人気があるっていうのが分かったんですね。ウズベキスタンっていう国分かります。いやー、分かりますよ。よく戦いましたよ、ね、そうですね、サッカーで。あー、そうですか。なかなか行かないとこですよね。でもそうですね、旅じゃないとなかなか行かないんですけど。行かないですよね。で、ウズベキスタンに行った時に、まあ、僕が日本人と分かると、子供たちがですね寄ってきて、ペンちょうだいって言ってくるんですよ。ペン、ペンね、ボールペンですね。で、別にいいんだけど、なんでだろうと思ったんですよ。100円だし、そんな高いもんでもないんで。で、後で分かったことが、やっぱり日本の製品ってもう日用品とか文房具とかでも、もう品質が高いんですよ。すごい驚かれるらしいですよね。うん、もうそうなんですね。ヨーロッパから来ても日本の文房具みたいな、はい、そのウズベキスタンの文房具は書いてると、そのインクが途中でこう切れちゃったりとかするんですけど、まあ、日本の文房具はやっぱりスラスラ書けると。で、そういうところから、まあ、日本の製品を、まあ、海外で広めたいなっていう、まあ、思いというか芽生えて、帰国した時に、まあ、日本の企業結構評価高いんですけど、なんか元気がないなと。やっぱ国内市場もどんどんちっちゃくなってきて、まあ、苦戦している企業さん多いので、まあ、そういったところのなんか助けに なればいいなと思って、輸出を始めました。へー、面白い。ありがとうございます。自らの経験を生かし、輸出・輸入ビジネスを行う多くのクライアントをサポートする田代だが、当初は予想外な問題が発生し
苦労した時期もあったようだ。まあ、輸出サポートするときにアマゾンなんで、まあ、インターネットサイトなんですね、はい、インターネットサイトで販売するので、うん、パソコンをやっぱ使うんですよ、うん、で その時にやっぱりパソコンの、用語が分からなかったり、うん、操作が分からないっていうお客様が結構いたんですね、うん、あ、そうなんですね。もちろんそのアマゾンで使う用語とか操作方法はそのサポートの中の講義に全部盛り込んでるんですね、はい、なんですけどそれ以外のところ、例えばそのデータを、うん、移動させて他のフォルダに入れるとか、輸出のところ以外のところの全然手前じゃないですか。そう、手前でやっぱり、ね、なんですかね、困ってる方が結構多くて、はい、最初そこで苦労しましたね。あ、今はもちろんそこも手取り足取り、はい、まあ、こうやってやります、うん、ここはこうですよっていうふうに教えているので、そこはクリアできたんですけど、うん、はい、パソコン教室みたいですね。まあでも本当に最初はやっぱパソコン教室から必要なんだなっていうのを感じたんですね。でも、田代様のその世代だったらもう間違いなく小さい時からやってるもんね。そうですね。でもやっぱり職場でパソコンを使う機会がないとできない方多いですね、うん、自分の前の仕事がそういうパソコンを使った仕事、うん、Excel とかを使った仕事だったので、うん、あ、はい、そうなんですか。なので多少はこう大丈夫だったんですけど、うん、続いては J-WIRE 株式会社が実際に行っている企業や個人へのサポート業の内容について詳しく聞いていくことに。個人的にやられる人っていうのは結構いますね。いますか、やっぱり、はい、あ、そうですか。やっぱ個人でやってる方は、うん、自分だけだとそのどうしていいかわからないって迷っちゃう方が多いので、はい、まあ、そういった時に、まあ、こうやってやるんですよっていう、まあ、僕らも自分たちで、うん、経験したことをお伝えすることによって、うん、まあね、そういう迷いがなくなるというか、はい、どんなものが、どういうものが送られるんですか。先ほどのね、そのボールペンも一つ、はい、でもそれは企業がやるじゃないですか。その企業のサポートもするわけですか。企業のサポートもしますし、個人の方も、はい、個人の方のサポートも、はい、例えば企業さんですと、まあ、ある商品を海外に出したいということで、うん、まあ、依頼を受けて。それでかい話ですよね。そうですね、まあ、最初はテストマーケティングのとこなんですけれども、うん、テストマーケティングか、もう現地に対応した、まあ、ラベル、まあ、翻訳もそうですし、うん、そういう準する、表記が必要なんですね。そういうのを行って。それもお手伝いするんですか。あ、それもやってます。すごい、うん、デザイナー的な向こうのことが分かってなきゃダメだしね、うん、もうデザインとかも全部しますね。へ、で商品を発送するにも国が違うんで、うんうん、通関っていうのが必要なんですね。通関ね。この箱にはこれが入っていて、うん、成分はこうでっていうのを全部英語で書かなきゃいけないんですよ。うん、でそれも全部書いて、でアメリカに送ってアメリカのアマゾンに出品と。うん、だけどそれだけだとやっぱ売れにくいんですね。はい、なんでかっていうと認知度が少ないので。うん、でじゃあどうするかっていうと海外のブロガーさん、有名ブロガーさんにお願いするんですよ。これを、まあ、サンプル渡すのでレビューを書いてほしいと。なるほど。そうやってどんどん認知度を上げて、まあ、その企業さん30個サンプルいただいたんですけど、もう全部完売しました。すごい。はい、それもね、実は無料で行ったんですよね。それは中央の銀行さんで、うん、その輸出研究会っていうのがあって、はい、輸出をしたい企業を集めて、うん、まあ、その研究会を開いてるんですけど、うん、今そこの講師をさせていただいてるんですね。でその銀行さんから、まあ、この企業のお手伝いをしてほしいということで、先ほどのサンプルですね、無料でやったと。へえ。そしたら向こうの消費者も、あ、これ見たことあるって、どこで見たか、ネットで見たなとか。やっぱりそのブロガーさん発信だと、ファンが多いんですよね。うん、もうすでにね、はい、もうバンって見るんだよね。うん、そうなんですね。うん、そうやってそれのいいところはやっぱり何ですか、比較的少ない予算で、うん、そういうテストマーケティングができるっていうところですね。うん、はい、そう、向こうが OK してくれればね、はい、できちゃうわけですもんね。そうですね。あ、そうやって向こうに入っていくんだね、うん、商品って。そうですね、そういうやり方が結構僕ら得意としております。いや、ここまでお話聞いてるだけでも、うん、本当にすごいことされてるなって思うんですけど。いやいや、世界とつながるんだね。はい、特に強みとか他社さんと比べてここが一番私たちのいいところですっていうと何ですか。
まあ、2つですね、まあ、サポート体制と、うん、あとまあ情報の提供というところ、うん、あのサポート体制についてはもう随時連絡が取れるようなそういう何ていうんですかシステムを作っていますし、あの情報についてはもう情報って常にあの日々劣化していくものなので、あの自分たちでもう経験をして情報を取りに行くようにしてますね。でまあサポート体制もっていうと、あのクライアントさん同士がやっぱり仲良くなってほしいので、あの勉強会を開いたりとかそういう仲良くなるイベントを積極的に取り入れてます。でまああとあの、まあ、クライアントさんと言ったんですけど、うん、クライアントさん としてだけでは接してないんですね、うん、というのもやっぱりその自分で将来的には収益の柱を立てたいっていう人が多いので、うん、あの将来的にやっぱりビジネスパートナーとしてつながるようにあの僕らも接しています。そうだ、ビジネスパートナーだからね、うん、将来的には。なるほどな。そうですね、そういうふうになってもらいたいということですよね、逆にね。はい、まあ、あるいはあの逆にもうその何て言うんですかね、雇用されたいっていうお客様もいらっしゃるんですね。そういった方には、まあ、もちろんテクニックとかしっかりとこう身につけた後に、あの会社に、そうですね、まあ、弊社でまあ社員雇用、そういった枠も今検討しています。新たな挑戦を行う人々を自らの経験を生かしたサポートで支え、より豊かな生活世界を創造するべく日々奮闘する田代明。現在浜松を拠点に世界へ事業を展開する男が掲げる今後の展望とは。まあ、まだまだそのあの何ですか、輸出をしたい、まあ、というか何かを始めたいとか収益の柱を作りたいっていう方はいっぱいいると思うんですよね。でもその人たちってあのリスクがどうしても怖いなって思う気持ちがあって、あの一歩踏み出せない方がまだまだいると思うんですよね。でそういった方たちにもう輸出するきっかけを与えてあげる、そういった環境づくりをもっともっとやっていきたいと、今は考えています。個人でも法人でも。そうですね、そういういいわけですか。個人でもできる。個人でもできます。できますか。はい、やろうとされてますね。だっていいものいっぱいあるんだよ。そうですね、本当に日本の製品ってもうすごいいいものいっぱいあるんですよ。ありますよね、安心だし。そうです ね、性能はいいと思えばすぐ壊れないですもんね。壊れないですね。ほら乗ってきちゃった、どんどんそうなんです。ぜひぜひ、もうますます世界中をつなげていってほしいですね。はい、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。ビジネスブックコレクション。大切な人のお荷物になりたくない。元気なまま長生きして最後はコロリと生きたい。誰もがそんな風に考えています。周りの人に迷惑をかけず美しく去っていきたいと。今回のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、身近な人に迷惑をかけない死に方。この本を書いたのは菅原脳神経外科クリニック院長の菅原道人さん。千人の死に際を見続けてきた菅原さんが予想医学を指摘、日本人の二大死因がんを予防し血管を強くする方法を教えてくれる一冊です。それでは今回のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。